ジョージが何を描くのか見てみようか。ジョージ、こっち見て。さあみんな、ジョージが何を描くのか当ててみようか。みんな見て、この形はなんだ。三角？ジョージ、これは三角で合ってる？おお、みんなすごい、大正解、やった、拍手。みんなすごいね。あ、まだ途中だったみたい。これは何だろう、分かるかな。メダル？あ、メダルか、もしかしたらそうかもしれない。タコ？本当に？あれ、尻尾かな、ひも？あ、そっか、タコ？本当だ、ジョージが大好きなタコだ。すごいね、ありがとう。周りには美しいものがあることを教えてくれるんだ。それはアニメを作るための素敵なアイデアだと僕は思うよ。あ、でもその次のアニメに取り掛かる前にまずはこれを仕上げないと。そのためにはネジ回しがいるんだよな。どこにしまったっけ。見つけてくれたの？どこ？ポケットに
ある？こっちかな。おお、ジョージ、君のおかげだよ、助かった。これでスキャナーを直して君を絵の世界に戻してあげることができるよ。よし。ジョージ、大丈夫？さよならを言うのは少し寂しいね。でもこれは本当のさよならじゃないよ。だって君のアニメを見るときはいつだってみんなで会えるからね。じゃあさよならは言わないでおこう。みんな一緒に手を振ってジョージまたねって言ってみようか。せーの、ジョージまたね。さあジョージ、準備はいいかい？OK、 帽子の中に飛び込んで、君が絵の中に戻れるようにスキャンするよ。ジョージ、大丈夫？さあ、スキャナーはもう治ってるはず。あれ？またか！みたいだね。はい、じゃあどうぞ。今度こそスキャナーをちゃんと直さないとな。やらなきゃいけないことが山じゃ。ああ、うまくいってて。今日は来てくれてどうもありがとう。また。